私はですね、場所を間違えておりました、はい、テントを張る場所を間違えておりました、はい、最近のですね我が家の定位置はですねこちらの J シプチェですね、 J の17番という、ところになります。はい、でここはですねいいのはここがね実は通路になってるんですね。このスペースは通路で、ここの隣ここが16ですね。はい、ですからね、スペース的に非常にゆとりがある、感じでございます。はい、で最近はねまあ見てください、こんな感じでずっと曇り空なんですよね。それでパラパラとね雨が降ると、まあドカッというね雨が夜中は降るんですけど、まあ夕方昼間はそうでもないので、なんとかね今現在はしのいでねやっておりますが、本日のねフライデーナイトマーケットはどうでしょうか。こんにちは。本日もですね、元気に、ナイトマーケットをね、オープンしております。はい、ただですね、はい、雨がポツポツ来ましたね。はい、今だいたい6時ぐらいですね。はい、まあ、あと2時間ぐらいですけども雨が降ってきてしまいました。まあ、今ね雨季の時期なので、仕方がありませんが、はい、でちょっとね、食事をね買おうと思って歩いていきましょう。まあ、それでですね、まあ、この J 区画っていうんですけども、まあ、物販が主なね場所ですけども、かなりやっぱりもう雨を見越してですね、来てない業者さんがたくさん、もう目の前のところだらけです。はい、ですからまあ雨なので、まあお客さんが少ないということで出店する人も少ない。ですから出店してる人が少ないイコールですね、まあマーケットに来る人も、少ないということになりますね。はい、まあ、ここも、ね、出店区画ですけど、ガラ空きですよ。はい、ガラ空きですね。結構空いてますね。こういうね、空いてますね。今日はね、朝からね、大雨が降っておりまして、雨が止んだんでね、なんとか準備はできましたけども、やはりまた夕方雨が降ってきておりますね。はい、まあ、結構もうこういう場所空いちゃってますね。はい、ですから人の流れもねいつものマーケットよりは少ないですね。それでねこのエリアは、食べ物エリアですね。ですから比較的まだ人の流れがありますけども、まあ、それでもね、普通だともうこの辺りはもう空きがないんですけども、こうやって、はい、スペースが空いちゃっております、ね。はい、それぐらいですから人の流れもね、ちょっと少なくなっております。はい、まあおそらく販売するのもね、まあ、効率が悪いんで出店をやめる人が結構多いんじゃないかなと思いますね。ここも空いてます。我が家はですね、店舗ですけども、その前もねガラ空きですし、ここのね、はい、スペースも空いております。普通はもう飲食店がね空いてるってことはまずないですけども、まあ、全体的にねやはり、人が少ないですね。はい、まあ、これはまあ雨季のですね、雨が確実に降る、ようなね日には、人手がかなり、ね、少なくなりますね。はい、まあ、今はですね、雨季で雨が多少降ってもですね、オープンをねするようにしております。まあ、新しいね、お客さんにチラシを配ってですね、店舗の場所をね教えることができればですね、まあ、出店料がね、50バスですからいいんじゃないかなと、思っております。はい、
で、まあ、あの自分のですね、本の仕事がね、かなり忙しくなった場合は、まあ、雨の日はね、クローズするかもしれませんけども、今のところですね、川島の本業がですね、忙しくないもんですから、オープンしております。はい、で今日はですね、はい、カルボナーラとそれからマパオパンですね、はい、ココナッツシェイクを、買いました、はい、これを食べながらですね、あと2時間頑張りたいと思います。こんにちは。で今日はですね、今店舗前からね撮影をしております。はい、今日はですね久々、天気になりましたね。まあ、雲は多いですけども、雨は、昨日のね深夜に雨降っておりましたが、今日はですね雨は降っておりません。はい、今日はね日曜日の朝でございます。朝じゃないわ、昼でございます。ナイトマーケットはですね、ビデオを見ていただいた、通りでですね、雨が最近ですね非常に多くて、人手もねかなり少なくなっております。はい、ですからまあなかなか売り上げもね、なかなかいいとは言えない、状況なので、今回ね週末、土日ですね10バーツショップ、全品10バーツのですねセールを今現在店舗でやっております。そのね様子を見ていただきたいと思います。いやでもやっぱりあの昼間は結構ね暑いですね。でお隣はですね週末だけ学習塾をオープンしてるみたいですね。だから普段はあの学校の先生をおそらくやってるんじゃないかなと思いますね。はい、日本の公務員ってアルバイトしていいんでしたっけね。タイは関係ないみたいですけど、はい、でまあ普段はですねうちの店舗10バーツ、20バーツ、30バーツというね食器を置いてありますけども、今回は週末のねセールを開催しておりまして、全品10バーツでやっております。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ね、はい、2日間のみ10バーツショップとして今オープンしております。はい、まあつい最近ですね洋服が、中古の洋服がですね10箱送られてきたので、洋服をね今ちょっとメインで、はい、出しておりますけども、食器もね近々、また大量にね来る予定になっておりまして、食器はですね、在庫をですね履くという意味もありまして、10バーツですね、全て販売をしております。はい、ね、これミカちゃんのこれ机です。このね、机がですねラザダで800バーツですね。はい、いやこのね組み立て、まあ、中国製ですけども取扱説明書がですね全くもって分からず、ついてはいますけども分からず、でまあラザダのですね商品は YouTube で結構ですね、組み立ての仕方をねやってることが多いので、それを参考しつつラザダの写真をですね見ながら組み立てたと、1時間以上かかりましたね。はい、こんなちっちゃいやつにニトリの組み立ての机とはわけ違います。はい、だからまあ安いのでね、ただですね意外にしっかり頑丈でしたね。はい、ですから安全面は特に問題ないとは思います。はい、ただね穴の開いてる椅子ですけども、穴の開いてる場所が違いまして、反対側に向けて、足をつけてですねなんとか対応したという感じです。はい、今ですね仕事場の方へ戻ってきましたけども、今週のですね金曜日もやはり、雨が降りそうで降らなくてポツポツ雨が来るという状況で、やはり人手がですねかなり少なかったですね。売上がですね670バーツでした。平均してですね大体800バーツの売上なので、まあそこまで、悪くなかったかなと。ただね先週の金曜日は180バーツだったかな。まあその時はもう雨がですね結構降ってきちゃって、もうほとんど人がね出歩かなくなってしまいまして、
その影響でですね180バーツでございました。ただまあですね、出店費用が50バーツなので、まあそのあたりはね、お客さんにチラシを配ったり、それから、店舗のね、場所の案内ができるということもあって、今出品をね続けております。まあ、それでまあこういう感じでナイトマーケットもですね、雨季の影響で、まあ、人手がね、あまり少ないということもありまして、まあ、ちょっと考えましてですね、店舗の方で土日、今週の土日ですね、先ほど見ていただいたように、10バーツセールを、やっております。はい。まあ、そうしましたらですね、昨日、早速ですね1日で750バーツ売っておりました。ですから10バーツですから75個、売ってるということですね。はい、商品を嫁さんは、大変だったと思いますが、頑張ってね、売っております。実はですね、お店の方がオープンしてそろそろ1年になるんですね。昨年の9月に、オープンしまして、で途中ですね、僕がバイクで鎖骨を折りまして、およそ半年までいかないけど5ヶ月ぐらいは休業してたので、休業状態だったので、まあそれも挟んでですけども、およそ1年になりました。でまあここまでのですね、売上の推移であるとか、まあこれからの、展望であるとかね、その辺をですね、また一本のね動画に近々まとめていきたいと思っております。それとですね、今週の土日どちらかですね、ライブを久々にやりたいと思っております。はい。まあ、ライブも3ヶ月ぶりぐらいですね、だいぶ空いちゃいました。というのもですね、この2ヶ月はですね、実はタンが止まらなくてですね、でやっとここのところ止まりまして、それでまあちょっとね、間が空いてしまったということもありまして、まあ、今週の土日どちらかですね、久々に、ライブでね、皆さんとまた、リアルタイムでね、お会いしたいなと思っております。それではね、今週の土日どちらかライブでね、またお会いしたいと思います。それでは今日の動画はこの辺で失礼します。それではまた。